皆さんお気を、サムネにもあるように、あの、歯医者があって、ディズニーモチーフにしていたら、それがなんかディズニーからごちゃごちゃ言われるかもとか、まあ言ってるかわかんないんだけど、まあ滝沢ガラス法でそれ見たんですけどで、ディズニーっていうのはめちゃくちゃうるさいんだよ、あってさっきに。過去に、あの、どっか小学校のね、プールが、その、そこに、えー、ミッキーを書いたんだよね。それをなんか上から見たらミッキーになるじゃん。でそれも、釘刺したわけですよ。 で、なんか俺いいじゃんって思うんだけどね。だってそんだけ愛されて、なんか親しまれて。それをさ、別に、あの、小学校はさ,さ、ミッキーをプールの底に書いたところで、そこでさ、小学校がじゃあ、あの、ミッキー T シャツを売るのかとかさ、その小学校と勝手にコラボとかしてとかじゃ,じゃないじゃん。別にさ、商売するわけじゃないのに、それでもアウトで NG だったんだよね。 で、あゆうちりなも最近裁判で終わって、あゆうちりなって名前を使うなってなんか事務所に言われてたらしいの。それでなんか訴えて勝ったらしいんだけどさ。でも何年前の話だと思うけどね、あゆうちりなが全席だったので、ずっとなんか柿内りなとかでやっていたんだよね。で、予約使えるようになったってさ。だからそれもさ、あの、芸能事務所がちょっと結論は小さいだろうって思うけどね。なんか昔のジャニーズみたいでさ、ジャニーズ辞めたらもう、どの曲もテレビ出れないよ、仕事ないよみたいな圧力かけるじゃないですか。 今もうそういう時代じゃないじゃん。ジャニーズ辞めてもさ、YouTube なりなんなりでさ、いくらでも生きていけるわけじゃん。でさ、この独占通つうか束縛みたいなその、よくないよね。で、相ちにもさ、ようやく相 <laughs> ちだって名前使えるようになったけども、彼女はもうね、全盛期から何年も経ってるし、もう遅すぎだよねって思うし、だからそういうのさ、か日本は著作権にやきにうるせえなと思うんだよね。それこそさ、例えば販売されてるなんかライブの DVD とかを、 そのままコピーして売ったりとかしたら、俺は、それはさすがにアウトだと思うけどさ、なんかちょっとぐらいいいじゃんって思うんだけどね、本当にうるさい。だから、あの、ファスト映画、あの、ポップコーンっていう、あの、YouTube のアカウントで、ファスト映画、あって俺見てたんだよね。で、その、ポップコーンさんが本当に俺、あの、OL だと思ったんでね、あの、概要欄見たら OL が、映画好きの OL が作ってますって、これすごいなんか10分ぐらいに見れていいなって。 あのすごい気に入って見ていたんだよね。昔の映画とかをさ、ダイジェストでさ、荒らすいだけで、なんか紙芝居的な感じでね。でも実際あれがアウトで、もう民事で訴えられて、もうね、有罪みたいになってるわけじゃないですか。でもポップコーンも、俺からしたら、自分のね、その、都合だけで考えたらありだったんだよね。あれ便利で。あのだってあれがなかったら、その映画時代も知らなかったし、触れなかったわけじゃないですか。過去の映画とかさ、なんか過去のスプラッタ映画とか、ホラー映画とかもさ、引っ張ってきて。 そういった意味であの、拡散してくれてるからいいじゃんとも思うんだけど、でもその販売元が、やっぱ、ダメと言ったらもうダメなんだよね。で、著作権っていう法律があるからさ、ダメで。で、ディズニーはさ、なんか、あの、敗者は、関しては、あれでさ、あの、著作権で売ってられたらたまったもんじゃないよね。だから、そのディズニーがうるさいのわかってるから、ああいうモチーフにした、あの、ディズニーのあの、敗者が喧嘩売っているっていう、まあ、ガレス法で言っていたんだよね。だから本当にうるさい。もっとね、 あの、許そうぜって俺は思うんだよね。そっち俺でいいじゃんって思うけどね。もっとさ、なんか、学校内のいじめとかさ、そっちを厳しくして <laughs>、著作品は緩くした方がいいよって俺は思うんだけどね。例えば、ここで俺がさ、なんか、サザンの曲とか流しちゃったら、YouTube の AI が反応して、もう、収益つかないわけですよ。とか、街でさ、こうやって、あのー、配信とか YouTube でしたりとか撮影していて、街で音楽流れるじゃん。それが入っちゃったら、もう、収益つかなかったりとか、 もう本当にね、厳しくてね、もうめんどくさいんだよね。とにかくめんどくさい。あと、あれか、これ、例えば、あの、飲食店の、まあ、キッチンで撮っているとするじゃないですか。で、そこでラジオが流れて入っちゃったら、それもなんかもう AI が反応してダメとか、まあそういうことなんで、ね、<laughs> 今時、まあ飲食店でラジオかかってないけど、まあ、古風な飲食店とかだったらね。<laughs> ってことで、とにかく、あの、著作権にはうるさいし、このジャニーズとか、あの、 昔のジャニーズとかね、あとこのディズニーとか、何様なんだって思うけどね、あんだけ儲けてれば別にいいじゃん。なんか売ったりとかしたらまずいと思うけど、あんぐらいだったら別に、ね、ディズニーとしてみたら、あの、うちのね、そのグッズとか、そのキャラが好きであって、歯医者さんはあってであモチーフにしてくれたんだってポジティブに考えろって思うけどね、それでね、なんかね、ディズニーグッズと歯医者コラボとかで売っちゃったらまずいけどさ、あんぐらいはいいじゃんって思うんだよね。でもディズニーってね、 あれなんだよね。すげえうるさいんだよ。で、でも最近さ、あの、ディズニーの中の、あの人、人を働いていた人が、まあ、パワハラとか、なんか、モラハラとかでディズニー訴えてるんだよね。そういった意味でさ、まあ今、ネットができて、何でも、真実がアプリ出されるようになったから、だんだんそのジャニーズもディズニーも、あの、効力が弱くなってきて、まあちょっとはマシになるんじゃないのかなって思うし、なんかね、もうちょっと寛大さっていうのは大事だと思うんだよね。 だから、著作権に関しては厳しすぎますって俺は言いたいですよね。まあ、やっぱ露骨なやつ以外は別になんかいいじゃんって思うし、これで俺が例えばあのディズニーの T シャツ着ててさ、ミッキーの,あの T シャツ着てて、じゃあさ、それもアウトなのかとかさ、そのラインも難しいわけじゃないですか。だから、もっと緩い方に合わせようぜって俺は思うんですよね。それが僕は思った感想です。どうもありがとうございました。